こんにちは、ドクターネックスです。今日は「シンデレラの交換を」を、レイド、メダルが109631。さあシンデレラを交換していきましょう。で、今回は覚醒痕も含めてですね。あ、やっべ、何個か見てなかった。ちょっと待ってね。シンデレラが250の覚醒痕が、30×5 の150、強化痕2次が、150の15で2250ですね。さあ続きいこう。とりあえずそれでいいか。で、受け取り、で強化していきましょう。もうね、バーンズ・ウィッチの映像を見た段階でシンデレラはすごくレイド向きだなと思ってました。ずっと思ってました。ようやくですね。間違えた。もう早くこれをさ、一括強化させてくれよ。なぜ今さら一個一個やんなきゃいけないのか。変えましょうよっていう人いないのかな、開発に。かわいいな。覚醒。さあ果たして全部ゲットできるだろうか。全部というか両方従順にできるだろうか。とりあえずこれで王冠をつけて、ここからですね、体力最大値をつける。全部で456回。果たして456回のうちに2個とも重々が出るんでしょうか。早送りしてここ早送りして、早くさ、そのなんか再抽選のやつも見直しますとか言ってるんだからさ、その天井をつけるのとね、このもう自分の目当てのところを設定したら、もうあとガーッと回してくれるっていうね、そういう設定にならんですかね。非常に時間の無駄。7.5はつけるけど、従順にしますから。
瀕死じゃない、瀕死の話はしてない。体力最大値10をつけます。あれ俺400何回っつったけどさ、心が圧倒的に汚いじゃん、200何回じゃん。ちょっと長いんで飛ばしまーす。できた。両方とも体力最大 10% いきました。100回以内に両方できたんじゃないか。素晴らしい。というわけで今後レイドでは迷うな。やつは目の上だな。じゃあこれでいいか。今後ね、ケンパチがサイド来たら、ここをしっかり上げたいですけどね。まあ、ケンパチがもし来るとすると、ケンパチかける3になるけどね。はい。で、あとは、覚醒まで来るのに、霊玉は通常状態でしょっすね。前回ね、僕ここら辺、霊玉受け取りそびれて本当は欲しちゃったんですけどね、今回のレイドはたくさん回ってますんで、全部もらってもまだもう釣りが来る。ぜひね、レイドをしっかり回って、ここら辺はもう全部中途半端全部ねゲットできしていくといいんじゃないかなと思います。楽になりましたからね。あ、もう今回なんだったら雫を交換しちゃうか。雫って何個もらえるんだ。これ1000個もらえるんだ。600で1000個ならいいじゃん。いらないけども、全部筆も前回なこう受け取ってしまったがために霊玉がもらえないっていう。霊玉覚醒で200個もらえないと結構へこみますね。絶対にこんな使わないんだけどね、金。どうしてももらえるもんはもらっとこうの精神で。今月はあれですね、ちゃんと巻物台がたくさん手に入っていいですね。なんだったらこれも全部、いらないけど全部交換して、全部消したいよね。まあ、この缶が、制限がないんだけど、いくら？1、
100万。すげえ。まあ、やんないけど、はい。皆さんも頑張っていきましょう。今回はここまでです。以上、ドクターナッケでした。お疲れ様でした。